今日はイグサで有名なインテリアメーカー池彦コーポレーションさんにお邪魔しています。中にはこんな展示室や工場もあり、いろんな楽しいことが学べそうです。今日はここで働いている方にイグサについて楽しく実験しながらいろいろ教えてもらいたいと思います。こんにちは、池彦の黒木です。こんにちは、グッデーの塚本です。さて黒木さん、はい、今日はいろいろ教えてもらえるって聞いてきたんですけど、何を教えてくれるんですか？はい、今日はイグサである実験をしてみたいと思います。おー、実験ですか。塚本さんはイグサってご存知ですか？聞いたことはあるんですけど、ちょっと正直あんまり深くはわからないですね。イグサとはこういった植物になります。ちょっといいですか？はい。おお、稲とか麦みたいな感じに見えます。イグサは分類では稲目やイグサ科って呼ばれてたりするので、麦や稲の遠い親戚といったところでしょうか。そうなんですね。イグサは畳などに使われている素材になっていて、こういった寝ござや石置きマット、枕にも使われている素材になります。塚本さん、イグサには皆さんに知られてない効果があるんですけど、どんな効果があるかご存知ですか？目にいいとかですか？そういった効果もあるかもしれませんが、イグサにはこんな効果があります。イグサには空気をきれいにする効果や消湿効果、消臭効果や、あとリラックス効果もあります。イグサってそんなに効果があるんですね。知らなかったです。そうなんです、皆さんには知られてない効果がたくさんあります。今日はその中の消臭実験をやっていきたいと思います。消臭か、どんな実験なんだろう。まず準備するものはイグサのチップと臭い匂いのアンモニアあります。アンモニアってあのシックの成分のですか？そうです。うわ、まず実験する前にイグサがどんな香りするか嗅いでみてください。はい。あ、畳みたいないい匂いがします。はい、ではこのイグサを出してアンモニアを入れていきます。臭い匂いするかちょっと嗅いでみてください。はい、うわっ臭いですよね。この臭い匂いをイグサで消臭していきます。消臭できるんですか？めちゃくちゃ臭かったんですよ。これを20秒ぐらいシェイクしてください。はい。はい、では消えたかどうか確認してみてください。はい、消えたんですか？あ、臭くない。実験大成功。うわ、すごい。どうして？イグサにはですね、はい、中がスポンジみたいになっていて、ここでたくさん匂いを取ってくれます。イグサってすごいですね。そうなんです。はい、イグサってめちゃくちゃすごいんですよ。イグサの枕を使うと嫌な匂いもたくさん取ってくれます。なのでオリジナルの枕を作って皆さん使ってみてください。よっしゃ、作っているぞ。皆さんも作ってみてくださいね。バイバーイ。